バラオ級潜水艦の一隻艦名は北極海を中心に北太平洋や北大西洋に生息するカサゴメとクビレ科の総称にちなんで命名された。学術上の英名は C を抜いたポーチャーだけで通用する。アトランティックポーチャーベーリングポーチャー C ポーチャーは1944年2月23日に メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。5月20日に JH スピラー夫人によって命名浸水し、7月31日に艦長フランシス・ M ・ガンバ・コータ中佐の指揮下収益する。ニューハンプシャー州、ポーツマスやコネチカット州、ニューロンドンでの大やけ身、訓練及び成長後、シー・ポーチャーはパナマ運河を通過し、10月25日に 新珠湾に到着した。11月19日、シーポーチャーは、最初の紹介でシーオールよび、ピラーニアと、ウルフパックを構成し東、シナ海に向かった。12月1日に、サイパン島に寄港後、昇クに到着。12月17日には、病院船を発見したが、しかし、攻撃機会は12月21日の一度のみで、攻撃は成功せず、 この紹介で戦果を上げることはなかった。1945年1月13日、シー・ポーチャーは52日間の行動を終えて、グワムアプラ港に帰島した。1945年2月7日、シー・ポーチャーは2回目の紹介で、台湾方面に向かった。しかし、この紹介では攻撃の機会はなく、戦果を上げることはなかった。3月27日、 シーポーチャーは48日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島。艦長が、チャールズ・エフリーに変わった。4月26日、シーポーチャーは3回目の紹介で、千島列島方面に向かった。この紹介では5月11日に、トロール船を来撃で破壊し、4日後の5月15日には、浮上しての攻撃で2隻の漁船を沈めた。しかし、 この攻撃で20ミリ機銃の暴発により、乗員3名が負傷。彼らの傷は重く、紹介は打ち切られた。5月19日、シーポーチャーは24日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。6月16日、シーポーチャーは4回目の紹介でも、レイ・アングラー及びソーンバックラとウルフパックを構成し、日本近海に向かった。 本州東部及び北海道方面の小区に到着後、7月20日に2隻の木造海上トラックを砲撃で撃沈した。7月22日にも海上トラックを撃沈し、翌7月23日には北緯37度22分統計141度06分、北緯37.367度統計141.100度。 37.36741.100の地点で特設区選定第リ霧丸を撃沈。7月26日と27日にも海上トラックと漁船を撃沈した。8月1日、シーポーチャーはアングラー、ソーンバックとともにサマニ周辺の漁船や陸上の抵抗、建物などを砲や機銃で手当たり次第に攻撃した。 8月11日、シー・イポーチャーは54日間の行動を終えて、真珠湾に帰還した。その後、真珠湾で修理が行われている間に終戦を迎えた。1946年から1949年まで、シー・イポーチャーは、パナマウンガ地帯のバルボアを拠点として、第6潜水船体の一部として、艦隊演習及び対潜水艦船訓練に従事した。 1949年6月1日、フロリダ州キーウェストの第4潜水船隊に配属される。1951年、シー・ポーチャー,アーはグッピーアイエー海州のタメチャールストーン海軍造船所入りした。その後、シー・ポーチャー,アーは経歴の大半をキーウェストやカリブ海で、 大西洋艦隊の様々な部隊と共に活動し、しばしば第6艦隊との地中海での任務、ナトー軍部隊との様々な演習に従事した。キーウエストでの作戦活動中の1952年7月10日、シーポーチャーはユニークな経験をする。機関故障によって海上に浮いた飛行船の救援に速やかに駆けつけたシーポーチャーは、その飛行船を ボカチカ海軍航空基地まで40マイル牽引した。1959年7月、シー・イポーチャーは、キーウェストを拠点とする第12潜水船隊に転属し、現役任務の残りを同部隊で全うした。1962年の秋に、キューバ危機が発生すると、シー・イポーチャーは、他の大西洋艦隊の艦艇と共に、キューバの海上封鎖に派遣された。 1969年、シー・ポーチャーはスペイン及びポルトガル海軍部隊と共同の対潜水艦船訓練を大西洋の東部及び北部で行い、その後キーウエストに帰還すると沿岸及びカリブ海で10月20日まで活動を続いて不活性化のためフィラデルフィアに向かう。シー・ポーチャーは11月1日にアグスマイナス306に艦首変更され、 11月15日に退役、同地で、大西洋予備役艦隊入りする。1971年6月30日、SS-306 へ再変更される。シーポーチャーは1973年8月15日に、除籍され、1974年7月1日に、相互防衛援助計画の下ペルーに売却された。シーポーチャーは、 ペルー海軍では当初パベロンでバイカと命名されたが、その数週間後にラペドレラと変更された。ラペドレラは1995年に退役し、不当での訓練に使用された。シーポーチャーは第二次世界大戦の先行で4個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。